第五福竜丸は、1959年2月18日公開の日本映画である、近代映画協会、新世紀映画制作、大英配給監督は、新藤兼と、主演は、宇野十吉。モノクロ、シネマスコープ、109分。1954年3月1日に、アメリカ合衆国の水爆実験で被爆した第五福竜丸と、 その船員たちの悲劇をドキュメンタリー調に描いた作品。第33回キネマ巡邦ベスト展第8位。昭和29年3月1日午前3時42分、遠洋漁業に出ていたマグロ漁船、第五福竜丸の23人の船員たちは、ビキニ干渉のあたりで夜空に輝く閃光と、キノコ雲を目撃し、空から降ってきた灰のようなものを浴びた。 日が経つにつれ、船員たちは肌が黒ずんで体調に異変を感じ始めた。どうやらピカドンに遭遇したらしいと気づく。それはアメリカが警告なしに実施した水爆実験だったのだ。仕方なく量を中断して3月14日にヤイズ港に寄港。船員たちが病院で受診して原爆症らしいことが判明する。 放射能が検出された第五福竜丸の船体は封鎖され多くのマグロが捨てられる。日本中が大騒ぎとなり23人の船員たちは隔離病棟に収容され静岡県知事が全面的な協力を約束する。来日したアメリカの専門家たちは詳細な情報を教えることに消極的で日本側を苛立たせる。船員たちはより良い治療のために 東京の病院に移送される。医者、学者たちが総力を挙げて、研究と治療に取り組み、船員たちは解放に迎え出す。当時まだ珍しかったテレビを送られて喜ぶ、船員たち。ところが、回復してゆく若い船員たちをよそに、年配の久保山愛吉無船長だけは、病状が悪化する一方だった。被爆から半年、ついに久保山は、妻、母、子、 全員、医師らに見守られながら、息を引き取るのであった。ありがとうございます。